登録範囲の地図 W アルリパンジャリ自然公園群はニジェール、ベナン、ブルキナファソにまたがる自然保護区群を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。西アフリカの生態系と生物多様性に関し顕著な普遍的価値を有するものとして登録されている。最初に登録されたのは W 国立公園である。これは1954年に フランス領西アフリカに設定された国立公園で、ニジェール、ベナン、ブルキナファソの独立によって3カ国がそれぞれ別個に管理する国立公園となっていた。W の名は、ニジェール側が W 型に湾曲している地域に設定された国立公園であることにちなむ。その W 国立公園のうち、ニジェール領内の海がまず推薦され、 第20回世界遺産委員会で審議された。しかし、世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は、その顕著な普遍的価値を否定していたため、審議は紛糾し、投票に持ち込まれた。その結果、規定にある3分の2以上の賛成票を得たことから、ニジェールの W 国立公園の名で世界遺産リストに登録された。W 国立公園が、ベナン、 ブルキナファーソにもまたがっていることや、それらの国々の他の国立公園にも近接することから、それらの連携を望む意見は、登録間もない頃から出ていた。しかし、その頃には連携して、管理に当たろうという動きはなかった。その後、21世紀に入ると、ベナンは W 国立公園の自国領部分をパンジャリ国立公園と合わせた。 パンジャリ国立公園と W 国立公園として新規に推薦した。しかし、IUCN はこれらの国立公園のみでは顕著な普遍的価値が示されていないとし、ニジェールの W 国立公園の拡大案件として再考するよう情報紹介を勧告した。そして、2002年の第26回世界遺産委員会では、韓国通りに登録は見送られた。なお、 W 国立公園の世界遺産としての範囲に変化はなかったものの、この年にはニジェールの W 国立公園の生物研護国の指定がベナン、ブルキナファソ両国まで拡大されている。ベナンのパンジャリ国立公園は2011年にはニジェールの W 国立公園の拡大案件として第35回世界遺産委員会で審議されたが、 ブルキナファソの自然保護区も含めた範囲の最高などを指摘され、IUCN からは登録延期を勧告されており、委員会審議では韓国通りに登録延期決議となった。W 国立公園のブルキナファソ領内の部分や、アルリ国立公園も含めた推薦はようやく2016年に実現した。これに対しては IUCN も拡大承認を勧告し、 韓国通りに第41回世界遺産委員会での登録が実現した。文化遺産しか保有していなかったベナントブルキナファソにとっては初の世界自然遺産となった。アフリカでの参加国の自然遺産は、サンガガー流域の3カ国保護地域以来2件目である。世界遺産の正式登録名は、英語、WRE、ペンドジョリコンプレックス、フランス語。 コンプレックス W アーリーペンドジョリである。その日本語名は以下のように揺れはある。ニジェールの W 国立公園この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。なお IUCN の勧告書で挙がっている生物の例には以下のものがある。構成資産を以下に示す。以下のうち ID、構成資産名、面積、 干渉地帯面積はユネスコ世界遺産センターによる。また、それぞれの構成資産に属する保護区名は IUCN2017 による。ありがとうございます。